なれ新人王。それはホストとしての第一章。ボロ勝ち決行、勝ち逃げ決行、好きなだけかき回せ。そしてクローバーグループの歴史に爪痕を残せ。クローバーグループ新人王決定戦。ラブホリック翼。やりきったってことで、取れた賞なんで不安もちょっとありながら、自信の方がありました。後輩のやっぱ目標にもなれるように、今月も本気で金バトル、自信はほんまにあります。ドキドキゴープログレス、リョウタ。お客さんもついてきて、売り上げの方も、はい、プログレスの看板を背負って、そこに立ち上がる。クローバー大阪、ハヤテ。もう絶対新人を取りたかったので、真剣に頑張って、最後の突き上げを出してきました。ドキドキゴーファースト、ハルヤ。ステージの下から見させてもらって、やっぱ絶対ステージの上に上がりたいと思ったし、負けたくないんですよね、他の人に。やっぱ新人を取るのが通過点だと思ってるんで、絶対新人を取りたいですね。クローバーレイブ、ルイ。いや、もう古典版にやられた気持ちでいっぱいだって、負けてしまったっていうのが悔しかったので、今月には行かせれることもたくさんあるだろうなと。先月に比べたら全然手応えも変わってるので、今月は取ってるだろうなと。クローバー東京、ランマル。前回は翼さんに新人王を持っていかれてしまって、すごく悔しい思いもしたんで、今回また新人王にエントリーされたからには絶対に勝ちに行きたいと思います。気合は十分なので期待しててください。クローバーセブン、カズキ。僕が1ヶ月目で選ばれなかったんですけど、2ヶ月目でこうやって選ばれて、他の店にも負ける気ないですし、勢いだけには誰にも負けたくないんで、セブンを引っ張っていく上で新人王を取りたいと思ってます。ドキドキゴー、リョウマ。僕が取ったと思ってたんで、まあ、びっくりしたのと嬉しかったって感じですね。やられて逆にやる気が出たみたいなのがあったんで、多分勝ったと思います。クローバーユナイテッド、下なし大和。もう悔しいの一言ですね。もうちょっともう落ち込んどったんですけど、やっぱ悔やんどってもしゃあないなので、もうユナイテッドから新人王は出たくないんで、僕が最初にとって聖夜さんの顔を立っていたいと思います。8月度はラブホリックから今年初の新人王、翼が誕生。今回も本命として候補入り、 V2 を目指す。9月度は惜しくも8月度敗れたメンバーから3名が候補に上がっており、初参戦の5名を含めプライドをかけた戦いが期待される。さあ、クローバーグループ9月度新人王は誰の手に。